井上直弥を追う日本人ボクサー、25戦無敗、王者、中谷淳と25歳。その中谷の米国人コーチが井上直弥を独自の視点で語り尽くす。全2回の2回目、前編へ、貴重写真、衝撃すぎる左フック、一瞬でモロニーが大の字になった中谷淳と KO パンチサッキがやばい、17歳の井上直弥などすべて見る。PFP1 位は井上だと思う。 米国で最も権威のあるスポーツ総合誌、スポーツイラストレーテッドが7月末日に発表したパウンド4パウンドランキングも、8月に CBS や ESPN が報じたものも、すべて1位がウェルター級4巻統一チャンピオンとなったテレンス・クロフォードで2位が井上直也である。が、LA 在住の明白楽はこの結果に位を唱える。 井上直也 vs フルトン戦を自宅でテレビ観戦したというルディ・ヘルナンデスは開口一番に語った。直也井上は間違いなく日本ボクシング界から誕生した最強の選手だ。私は今日のパウンド4パウンドナンバーワンも彼だと思っている。テレンス・クロフォードは2位だよ。いろんな意見があるだろうが、クロフォードとエロール・スペンス・ジュニアの統一戦は開催時期が遅かった。 歳歳とのの対戦だものスペンスのパフォーマンスには衰えを感じた2015年5月2日に行われたフロイド・メイウェザージュニア v s マニー・パッキャオ戦も5年遅れたカードだったメイウェザー38歳パッキャオ36歳で両者ども下り坂に来ていただろう30歳の井上と29歳のフルトンは全盛期での対戦といえる そこで、ああいう勝ち方をした井上を私は押したい。レナードやタイソンと同格なんだ。1962年10月27日生まれのルディは、プロボクサーとして17度リングに上がり、14勝、6KO、2敗1分け。最高位は WBC ウェルター91引退後、26歳でトレーナーの道を歩み始め。 まず担当したのが WBA スーパーフェザー級タイトルを8度、WBC 同級王座を3度防衛した実定のジェナロチカニート、ヘルナンデスである。その後も、日本人ファイター竹原真嗣、畠山孝則、伊藤正幸を含むトップ選手を育成し、現在は WBO スーパーフライ級チャンピオン、中谷淳人と,との二人三脚を続ける。 ルディは WBCWBO スーパーバンタム級タイトルマッチを次のように振り返った。試合が決まった時から、井上が圧勝すると確信していた。無論、ノックアウトで決着がつくだろうと、井上にとっては楽勝だと思った。スピードもテクニックもメンタルの強さも、両者の実力は段違いだよ。何もかも違いすぎる。8ラウンド KO というのも予想していたね。 私の周囲の人間に聞いてくれていいよ。いいかい、井上という選手はね、シュガー・レイ・レナードやマイク・タイソンと同格なんだ。時代を象徴する存在ってことさ。ボクシングっていうのは、1ミリメートルに満たない、本当にわずかな足の位置やパンチの角度、距離、あるいはゼロコンマ何秒かのタイミングの違いによって明暗が分かれる。今、名前を挙げた選手たちは、パンチの当て方。 かわし方を理解している。火の打ちどころのないファイトスタイルを身につけているのさ。それも自分に最も適した形でね。たとえ日本の世界タイトルを手にしていたって、フルトンはそんな気じゃない。井上の相手にはならなかったんだ。